おはようございます。ヤマロックの敦です。今日は7月の28日金曜日、時刻が今6時ぐらいです。富士山見えてますかね。この辺から山頂のあたりに雲は少しかぶってますが、いい天気です。ついにやってきました。今日は富士登山競争当日です。今日の富士吉田市の天気は概ね晴れです。僕が出る5合目コースのスタート時間の9時は27度です。風速1メートルなので割と暑くなってきてるかなという感じです。ゴールする11時頃には30度なんですけれども、まあ5合目ともなると4度から5度ぐらい気温は下がってくると思うので、ゴール地点で25度ぐらいになるかなという感じです。最初のロードはちょっときつくなりそうですけれども、まあ、頑張っていきたいと思います。大会の受付なんですけれども、去年は確か当日受付もあったと思うんですけど、今年からは前日受付のみになるので、昨日の夕方富士五湖文化センターの方まで行って受付を済ませてきました。臨時駐車場を夜通し開放してくれてたので、そのまま受付を済ませて臨時駐車場に着いて、その後車中泊をして朝を迎えました。この臨時駐車場からはシャトルバスが出ているので、バスに乗って5分か10分ぐらいでスタート会場の吉田市役所まで行くことができます。一応今回の僕が出動する5合目コースのルートスペックを紹介しておきます。距離が15キロ、累積標高が1500メートル、制限時間が一応3時間30分なんですけれども、来年の山頂コースに出動するためには2時間20分以内で通過しないと来年の山頂コースへのエントリー権は得ることができません。制限時間3時間30分というのはあるんですけれども、まあ、基本的には2時間20分を切れるように頑張っていく感じになると思います。ここ4年ほどレースとかには参加していないので、まあ、真剣に走った時にどのぐらいのパワーが出るかっていうのは全然僕自身わからないので、あくまで予想でしかないんですけれども、2時間10分ぐらいで走れればいいかなという感じで今日は行こうと思います。まず吉田市役所を9時にスタートして、そこから3キロほどなだらかな上りのロードを走りながら北口本宮富士浅間神社に到着します。傾斜はちょっときつくなるんですけど、まだそのままロードを進みます。4キロぐらい進むと中野茶屋に到着します。で、中野茶屋からは今までの一般道と違って舗装された林道のような道になります。でそこを 3.5 キロから4キロぐらい上がっていくと、馬返し、ここまでがしっかり走れるコースで中間地点ぐらいになります。まあ、ここを1時間5分から1時間10分ぐらいで通過できればなという感じで、思っています。そしてようやく馬返しからトレイルに入る感じになります。かなり早い方ですと、この馬返しから5合目までも、まあ、通して走れると思うんですけれども、まあ、僕の場合はそんなに走力はないので、まあ、走ったり歩いたりを繰り返しながら1時間ぐらいかけて5合目の里小屋に向かうといった感じです。一応ウォーターステーションとエイドステーションも用意されているので、ざっとちょっと書いておきますね。山頂コースも5合目コースも5つにブロック分けされているんですけれども、山頂コースが ABCDE の5つのブロック、5合目コースが FGHIJ の5つのブロックで、僕は I ブロックなので5個ブロックがあるうちの4番目、後ろから2番目のブロックになります。エントリーするときに何か参考記録とかを入力したかはちょっと覚えてないんですけれども、 I ブロックになりました。参加者が1500人ぐらいなので、まあ、僕の前に1000人以上はいるので、まあ、序盤なかなかスピードは出せないかもしれないんですけど、隙を見ながら少しずつ前に出てスタート頑張っていきたいと思います。で、今回の撮影なんですけれども、いつもとちょっと違うカメラを使います。インスタ360の GO3、 これが取り外せるんですけれども、これをこんな形で、まあ、頭につけて撮影していこうかなと思います。いつも使っている DJI のアクション3ですとかポケット2に比べると、まあ、ちょっと画質が落ちるのと、あとはまあ手持ちじゃなくてこの頭につけた状態で撮影するので、まあ、手ぶれとかも少しいつもより気になるかなとは思うんですけれども、その辺はちょっとご了承ください。ちょっと前置きが長くなりましたが、今回の富士登山競争の簡単な説明はそんな感じになります。だんだんと雲が大きくなってきたような感じはしますが、山頂コースのスタートまであと1時間、もう続々と山頂コースに出動される方は
シャトルバスに乗ってスタート会場に向かっていると思うんですけれども、僕はまだスタートまで3時間もあるので、ちょっとのんびりゆっくりしながら、まだ着替えもしていないので着替えをして、時間になったらシャトルバスに乗ってスタート会場を迎えたいと思います。よし、じゃあ頑張ります。間に合うのかな、あと20分あー試練、うっそ、よし、シャトー小屋見えた、よし。7時2分、山頂コーススタートしましたね。お願いします。アイブロックって大体どのあたりですか？向かい側にトイレがあるのわかりますか？あそこ、はい、あそこら辺の、ありがとうございます。はい、一応アイブロックがこのトイレの前あたりかなということなんでちょっと移動してきました。今8時14分スタート45分前、一応いらないかなと思ったんですけど保険でマグオン持ってきました。給水所充実してるんですけど一応これで水分を持ちたいと思います。それでは引き続き8時35分スタート25分前になりました。ただいまより第76回富士登山競争5合目コースのスターティングセレモニーをスタートしていきます。まずはじめに富士登山競争実行委員会会長堀内茂、富士吉田市長が挨拶を申し上げます。走行コースを車道から歩道に誘導します。係員の指示に従ってください。来年の頂上参加記録を目指す、自己ベストを目指す、頑張ってください。以上。選手宣誓を務めていただくのは5合目コースの参加者を代表いたしまして大人気 YouTuber であります、ウルトラランナー、みやこさんこと、辻真由子選手です。皆さん、拍手で迎えましょう。先生、我々選手一同は、今日のために一生懸命練習に励みました。今日は、その成果を存分に発揮し、選手代表、辻真由子、さっきの7時のスタートの時よりもさらに暑くなっております。スタートまで残り2分30秒ぐーっと伸びていただいて軽くジャンプもしてみましょう。軽くジャンプしましょう。そうですね、暑さもありますけれども少し体をもう一度起こしてあげてください。10秒前位置について、いってらっしゃい、いってらっしゃい。
行ってらっしゃい。皆さん行ってらっしゃい。笑顔でスタートしていきましょう。みんなもうかっこいいよ。もう今かっこいいよ。この暑さで富士山に挑む皆さん、もうどうするか。平坦になった。スタートから 2.8 キロ。浅間神社まで 3.9 キロ。アベレージペースが5分25。スタートから 3.7 キロロード出ました。ここから中野茶屋まで 3.5 キロぐらい。心拍数が159。人にもよるけど、僕の場合はこれ以上上げるとやばいので、このぐらいのペースでいきます。スタートから 4.9 キロ、27分、信号を通過します。スタートから 7.1 キロ、42分。ここまでのアベレージペースが5分58。中野茶屋、まだ水残ってるのでスルーします。ちょっとかけようかな。水をかけてくれて気持ちよかったけど、突然でびっくり。ここから 3.5 キロ馬返しまで頑張ります。日陰でちょっとは涼しいけど、だいぶ暑い。でも水かけてもらってだいぶ楽になりました。あとちょっとで馬返し。きつい。今開始までの残り500がきつい。スタートから
10.6 キロ、1時間11分馬開始到着。想定より1分オーバー。はい、どうぞ。今までのアベレージペースが6分45。馬開始の手前50メートルぐらい最後歩いちゃいました。ようやくここからトレイル、ちょうど半分ぐらいかな。これ間に合うのかな。さあ、ちょっとでも前出るよ。振り返って頑張りましょう。振り返って頑張りましょう。馬開始通過1時間10分ぐらいだと、だいたいこの辺りはみんな歩いてます。1号目通過1時間18分、走れるところは走るよ。渋滞。馬開始までは結構抜かれてたんですけど、馬開始以降トレイルに入って抜くことが多くなりました。心拍数は155から160ぐらいをキープしてます。よし、スタートから1時間33分34分、2号目、アベレージペースが7分38。よし、だいぶ上りがきつくなってきた。いって、12.6 キロ、スタートから1時間38分、給水。よし、来た。ここにさ、倒れちゃったやつ、いろいろある。頑張れ、給水所です。頑張って、靴が壊れちゃった人。バナナ、レモン、梅、塩。あと2キロ。よし。よし。3号目。いい景色。1時間43分。よし。距離13キロ。4号目かな。4号目。はい。1時間54分。間に合うんかな、これ。わお。
よし、5合目、1時間59分、あと20分。はい、いい景色。これ間に合うのかな。あと20分。まだか。あとちょっとでロード出ます。ロード走れるかな。よし、走ろう走ろう。ああ、走れん。いや、泣きそう。足でもつってますよね、ちょいちょい。もうあとちょっと、2時間15分切りたいな。あと300。よし、くっそ、もう右ももが、走れ走れ、よっしゃ、もう一回ロード、もうあとちょっと。最後ラスト、決定。15分まで、あと45分。はい。よいしょ。15キロ。はい、よし、佐藤小屋見えた。よいしょ、ゴールまであとちょっとです。はい、よし、よっしゃ、ゴール、よっしゃ、今時間が11時21分なので、5合目コースの2時間20分、超えました。そして山頂、雲がかかってます。山頂コースの制限時間まで残り9分、制限時間内完走に向けて、残り8分か9分ぐらい山頂周辺で頑張ってると思います。僕も来年はそこに加わりたいです。
疲れた。まあ、使われるかわからないんですけど、さっき何かのインタビュー受けました。なんとか5合目まで到達できました。給水。ありがとうございます。ああ、うまい。もう一杯。もらなもろ。ありがとうございます。うまっ。ありがとうございます。よし、ゲット。富士スバルライン向かいます。富士スバルライン5合目まで来ました。おお、すごい人。すごい人。ちょっと着替えようかな。駐車場戻ってきました。ああ、暑い。よいしょ。ああ、ということで、近いな。よいしょ。ということで、無事に富士登山競争5合目コース走ってきました。富士山、あ、もう隠れちゃったかな。さっきまでちょっと頭出してたんですけど、ちょっと隠れちゃったかも。山頂までは行ってないんですけど、今回は5合目コース、今回の結果はこんな感じです。一応目標としては2時間10分ぐらいを目安にゴールできたらいいかなという話をしてたので、まあ、それに対して5分ぐらい遅かったので、まあ、そういう意味ではちょっと残念ですけど、まあ、でも自分の中ではかなりやりきった感があって、もうこれ以上は早く走れないだろうという感じで力を出し切ってきました。2時間15分10秒なんですけど、僕は I グループだったのでスタート地点まで40秒ぐらいかかりました。なのでまあそれを引くと14分30秒ぐらいっていう感じです。とにかく一言で言うと登りしかないっていう感じでした。まあ、富士登山競争なので当たり前なんですけれども、普通トレランの大会だと、まあ、スタート地点とゴール地点が同じ場合がほとんどなので、登りも下りも累積標高がほぼ同じになるんですけれども、まあ、今回は登りが、まあ、約1500メートル、下りがほぼゼロという感じですね。上りはどうしても心肺機能を使って、で下りは端の筋肉を結構使うんですけれども、上りで心肺が疲れている時に下りが来るとちょっと楽になるんですけれども、その楽になる感覚が今回は、まあ、ずっと上りで一回も味わえなかったので、ただひたすら上っていくという感じで、とにかく疲れました。スタートしてから 2-3キロ、浅間神社までは、まあ、割とランナーも密集しててそんなにスピードが出せなかったんですけれども、まあ、僕としてはキロ5分半とかで
多分集団で走ってたと思うんですけれども、まあ、それ以上早く走ると逆に後持たないような気もするので、まあ、ちょうど良かったかなという感じです。浅間神社からはある程度道も広いし、まあ、ランナーの間隔も空いてきているので、まあ、自分の思った通りに走れるという感じでした。ただちょっとずつ傾斜はきつくなってくるので、まあ、だんだんペースも落ちて、まあ、6分とか6分半とかそのぐらいで走ってたのかなと思います。で中野茶屋から、ちょっと舗装された林道みたいな感じになって、一瞬ちょっと傾斜が緩くなるんですけれども、まあ、それは一瞬で、徐々に徐々にまた傾斜がきつくなってきて、最後馬返しの手前500メートルぐらいですかね、一気に傾斜がきつくなってみんな歩き始めるっていう感じでした。その歩いてる中、なんとか馬返しまで足を止めずに絶対走ろうと思ったんですけれども、僕も最後の最後50メートル手前ぐらいで走れなくなってしまってちょっと歩いてしまいました。で馬返しが1時間10分ぐらいだったので、まあ、自分としてはそんなに悪くはないかなと思ってたので、まあ、そこからトレイルに入って、挽回しようかなという感じで進んできました。やっぱり富士登山競争はトレランではなくて、普通のこうロードを走るランナーの方が結構多いので、馬返しまではみんなものすごく速いんですけれども、馬返しを過ぎてからは割と、まあ、抜くことが多くて、あんまり抜かれることはなかったかなという感じです。まあ、山をよく登っているだけあって、ロードよりもトレイルの方が今は得になっているのかなという感じでした。とにかく2合目ぐらいまではもうスタートからずっと暑くて、なかなか汗も止まらない状態だったんですけれども、まあ、3合目ぐらい過ぎてエイドがあって水をかけて、まあ、そのあたりから体もちょっと冷えて、まあ、気温も少し下がったのか、まあ、風もあってだいぶ涼しくなりました。もう最後の最後は右足ちょっとつってるんだかつってないんだかみたいな感じで、まあ、ギリギリこうだましだましで登った感じになります。最後ゴールした時は嬉しいというか、ようやく終わったという感じでした。はあ、まあ、とりあえず来年の富士登山競争山頂コースの権利は得ることができたので一安心という感じなんですけれども、まあ、今の気持ちとしてはとりあえず走りたくないなっていう感じなので、まあでもこれはトレイルランナーとかあとはマラソン走っている方のあるあるだと思うんですけど、まあ一晩寝たり一週間経ったりするとこの辛かった気持ちを一切忘れて、なんか楽しかったなみたいな、来年また走ろうかなみたいな感じになってくると思うので、まあ今は来年山頂コース全く走りたくないですけど、まあ、エントリー、まあ、第一関門がまずエントリーできることなので、まあ、クリック合戦に参加してエントリーすることができたら、まあ、走ることになるんじゃないかなと思います。ということで今回の動画はこれで終わりになります。皆さんもぜひ機会があれば富士登山競争出てみるといいんじゃないかなと思います。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた。よっしゃ、これは持ってってよかったかなと思います。まあ、自分の好きなタイミングで水が飲めるっていうのと、まあ、2合目ぐらいで全部終わっちゃったんですけど、水の渋滞に巻き込まれずにとりあえず自分のペースで走れるっていう感じでいいかなと思います。そんな感じです。よいしょ。